白鳥常駐は、羊、ヤギ、牛、鹿、トナカイ、カモシカなどの象徴に寄生する常駐の一種。ペルーから豚への感染例、エジプトから人への感染例が報告されている。体長100から500センチメートル、体幅12から15ミリメートル。典型的な常駐であり、頭節と、それに続く、無数の肩節から構成されている。 頭節には4つの大きな吸盤があるが、額くちばしやトゲなどはない。角肩節は幅広くて短く、1体の生殖器がある。肩節の間には、肩石管線があるが、その機能は明らかでない。中卵は丸みを帯びた三角形で、直径56から67マイクロメートル。内部に6針幼虫を入れるような市場装置を有する。半数動物を収縮種。 ササラダニを中間宿主とする。中卵は受体変節として、粉中に排出され、ダニに食べられる。食べられなかった場合、1日で乾燥して死ぬが、ダニの数は膨大であるため、3%のダニに4から13匹が、感染しているとした場合でも、牧草 1kg あたり2000匹の幼虫が、存在する計算になる。中卵はダニ体内で孵化して、温コスフェアとなり、 血対抗に移動して、シスチセルコイドとなる。この過程は4ヶ月ほどかかることがある。ダニーが収縮種に食べられると、幼虫は小腸に移動して5から6週間で成虫になる。子羊では、しばしば濃厚感染が見られ、その場合には、それぞれの虫体が小さくなる、密度効果と呼ばれる現象が認められる。通常は無症状であるが、 小羊での濃厚感染例では消化障害、下痢、体重減少などが認められることがある。診断は検便で、中卵や片節を検出することにより行われる。治療には主に、ミクロサミドが用いられる。アルベンダゾールは19から75%、プラジカンテルも9 9の場合で、有効である。プラジカンテルレバミゾールは、さらに有効で、 拡張常駐が減少したことにより、体重の増加が見られた。牧草地のササラダニ対策が中心となる。牧草地を耕すことにより一時的ではあるが、ササラダニの個体数を減少させることができる。また、休牧もある程度の効果がある。ありがとうございます。